いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いきなり叩き起こしやがって、いい気持ちで寝てたったのに。本当よ、お肌が荒れたらどうしてくれるの。寝不足は美容の敵なんだから。その程度の顔、多少のお肌の良し悪しなど関係ありませんわ。はあ、あんた朝っぱらから喧嘩売ってんの。何が朝ですか。真っ当な人間ならもうとっくに起きて働いてる時間です。これだからクソ真面目は。ちょっとくらいサボることを覚えねえと人生が味気ないぜ。そうそう、ちょっと二度寝したって。私まで流されちゃダメダメ。真面目の前に下品なものをつけるのはおやめください。まったく、お二人に合わせていたらいつまでたってもヒューリーは集まりませんわ。さっさと支度してください。筋肉痛がつらいぜ。Thank you.
それが俺の希望だ。はいはいはい、私は記憶が取り戻したいの。私のこと知ってる妖精に会いたい。口を挟まないでください。あなた方の希望は聞いていません。ロロさん、この人たちのことは無視していいです。じゃあこれなんかどうかな。フェンサーにぴったりの極上物だよ。おっと、その前にお金ちょうだい。毎度あり。孤独巣洞窟にあるって話だよ。